はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、今からこちらディズニーランドホテルに行きたいと思います。今現在ですね、このディズニーランドホテルの中のシャウトガーデンレストランがですね、クリスマス限定のビュッフェやってるということで、早速今日はですね、そのシャウトガーデンレストランに行きたいと思います。はい、ということでディズニーランドホテル到着しました。今年はどうやらですね、クリスマスの装飾していないですね。この前までね、この辺工事してましたからね、まあ、そういう関係もあるのかもしれませんね。まあ、あとはやはりコロナの影響でしょうかね。本来でしたらここのミキミニとかですね、そこにいるドナデジとかもライトアップされているんですが、このミキミニタッチもですね、特に装飾はしていないですね。一応カンナはクリスマスツリーがありました。今日は行けませんが、一応ドリーマーズラウンジのドリンクとかにもクリスマスのものございますので、ぜひ、ね、ご興味ある方飲んでみてください。一応このエレベーターの横ぐらいにクリスマスツリーはあるんですが、まあ、基本的にはね、新エリアの装飾って感じですね。
い、持ってきました。でこの前シェフミ行ったんですけど、シェフミよりクリスマスメニュー多い感じします。で一応、まあ、コロナ対策で、まあ、こういうビニールがついてるやつはもう自分でね取れるんですけれども、でこういうやつですねはキャストさんが取り分けてくれます。これはねもう毎回言うんですけど、やっぱキャストさんがね取り分けてくれるんでめっちゃ綺麗、ジョマジみたいなね、もう YouTuber 向けにねこうやって持ってくれるんでね、ありがとうございますって感じですよ。なんかね前に比べると種類もね増えたように見えますね。少しずつね種類も増えてきましたし、なんかね取りやすくなりました。それではデザートです。デザートもメニュー多いですね。シャウトは全然シェフミのね倍ぐらいあると思います。しかもほぼ全部がねクリスマスバージョンですね。はい、ということで本日はですねこちらシャウトガーデンレストランのクリスマスブッフェご紹介しました。たくさんありましたね。この前ねシェフミ行ったんですけれども、シェフミはねそこまでメニューなかったんですよ。なのでまあここもそのぐらいなのかなと思ったら、デザートもたくさんありましたし、メインもねかなりねクリスマスメニューありましたので、なかなかね楽しかったですね。であと一応ドリンク頼んでおりますので、またそれ別動画でね投稿しますので、クリスマス限定ドリンクもぜひね一緒に飲んでいただけたらいいなと思います。はい、ということで今日はですねこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョマジでした。バイバイ。